もうこんなところまで。高魔館の時と同じ公務となると、やっぱりあの吸血鬼の仕業か。ん？おかしい。確かに高魔館への道のりのはずだけど、以前来た時とは全く違う。この森、何かあるわね。けど、まあとりあえず私は急いでるの。道を開けてもらえるかしら。やだね。ジルノもここの異変に気づいてるでしょ。とにかく原因を突き止めないと。確かにこの森ちょっと変だ。でしょ。だからジルノも私と一緒に来ない？来る？どこへ？あのお城よ。協力してちょうだい。やだね。どうせあたいのことバカにして遊ぶんだ。遊んでなんかいないわよ。だって楽しくないもの。ひー、言ったわね。協力しないならしないでいいけど、そこをどう言って。それも嫌。はあ、何なの。あ、いたいた。あ、マリさん、ようやく追いついたぜ。なんかお店に書き置きがあったからさ。ええ、この公務の真相究明を手伝ってもらおうと思ってね。
なるほど。確かにこれはちょっと厄介だぜ。あ、チルノじゃん。なんであたい見て笑うのさ。いや、だってあれ、まだいたの。まだいたのじゃないよ。もう頭きた。どうなっても知らないからね。それはこっちのセリフだぜ。一緒に行くっていう約束でしょ。言ってない言ってない、あたいそんなこと言ってないもん。え、シルノ約束破るのか。え、破るの、破るのか。約束は、そうそう、そういえばそんなこと言った気がする。言った言った。じゃあ、あたいも行くよ。
うん、一緒に行こう。よし、チルノがいれば心強いぜ。へへへ、やっぱり扱いやすいわ。だな。漢字バカか。誰が居眠り門番&漢字バカですか。にしてもよく居眠りしないで待ってたな、偉いぜ。いやま、お遊びはこれぐらいにして、さっさとここを通してもらうわよ。望むところです。漢字だらけで読みづらいんだよ。負けたらひらがなにしてやる。行くぞ。よっ、よっ、はっ、はっ、行くわよ。終わらせてあげる。よっ、行くぞ。はっ、はっ、はっ、よりゃー。よっ、行きます。はい、じゃあ
して。申し訳ありません。おじさ、ひらがなにしてもらうぜ。ちょっと待って。これでわかりやすくなったぜ。ひどい。というわけで、しばらくここで不審者が入ってこないように注意することね。もう入ってるわよ。じゃあな、私たちは先を急ぐ。ぜいぜい居眠りしないようにね。ごめん、名前なんて言ったっけ。もう忘れてる。ひらがなにしてるのに。やWe'll be right back.
なんだ？おやおや、何かと思えば。お前は高魔館のメイド。無断でずかずかと入り込んで、一体どんなご用件で？ふざけるなよ。あの公務はお前たちがやったことだろ。レミリアはここで何をしているの？ここでです。と言われましても、お嬢様は部屋でお休みになられているところ。何？そして私はいつも。あくまでしらばっくれるつもりかい？しらを切るも何も、そもそも私たちは、あ、こいつ。まあいいわ。掃除かなんだか知らないけど、あんたがここに来たってことは、この先を通すつもりはないってこと。急に押しかけたのなら客人でもない。そういう輩はゴミ箱に捨てるようお嬢様に言われてるの。そう、お掃除なら私も自信あるわ。タック、ふっ、ふっ、ふっ、これだ。なんだ？
それだ。やっ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 えいくらえてやっやっやっくらえと認めていただけるの？仕方ないわ。ここは一旦引くことに。逃げるのか？逃げる？ここはコーマ城。私たちとレミリアお嬢様が住む。むしろ尻尾を巻いて逃げるのはあなたたちの方じゃない。何？これ以上首を突っ込むのであれば必ず後悔することになる。だといいわね。忠告